よいよいよ皆さん、上昇といよ。俺がぶっちゃけビッグウェーブインダハウスよ。はい、今回は日本酒に合う超簡単おつまみキャンプ飯で喉鳴らします。ヒビビコー。ウェッジさん、はい、始めます。今回は思いつき企画です。というのも、僕昨日人生で初めて落語を見たんですよ。でそこに出てた春風亭小朝師匠が話した試し酒っていうお話があるんですけど、これがねめちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ簡単にどんな内容かっていうと、旦那さんと付き人がとあるお世話になってる旦那さんのところに挨拶に行って、で旦那さん同士がおしゃべりしてて、使いの人が5升お酒飲めるっていう話題になったんですよ。そりゃそんなの信じられないっていうやり取りがあって、でまあ5升の酒を飲み干せたら褒美に小遣いをあげると、その代わり飲めなかったらどっか旅行に連れてけっていう話なんですけど、で落語を見終わった後無性に日本酒が飲みたくなって買っちゃいました。なんでまあやるんだったらおつまみキャンプ飯にもなるようなやつやりたいなと思って、昨日夜インスタライブやって見てくれてた人に、日本酒に合うおすすめのおつまみなんですかって聞いたら結構教えてくれて、その中のいくつかをピックアップしてそれを作って食べて喉鳴らそうと思って、そういう内容です。今日はなので今回は皆さんのアイデアを参考に作ってみようと思います。でもうここに材料があるんですよ。もうほんと簡単、早く飲みてマスも買ってきたと。今回はもう贅沢だな、俺いつも贅沢ばっか。落ち着いて、さあやっていきましょうか。今回も作るおつまみは3つ。では早速作っていきましょう。ヒビビカン。はい、ではまず火を通さないおつまみから作っていきましょう。3種類のうち2種類は火を通さないんで、その2種類作っちゃいます。で材料はここにあります。ちょっとメモを見ながら、まあ材料説明か。貝割れ大根、シソ、生ハム、焼き海苔、大根、これだけですね。で貝割れをハムと海苔で巻くのと、大根のスライスしたやつをシソとハムで巻く、だからハムで巻くやつですね。これが美味しいらしいんで作ってきます。今日作るのは全部初めてです。まず貝割れ大根からいくか。いやシンプルでいいやね。俺はすぐ影響されちゃうから。生ハムが日本酒に合うって知らなかった僕。あ、これ何枚入りだ。8枚。8個しか作れないか。4個ずつ作るか。これ半分に切った方がいいかな。ハサミいるな。長回し厳禁。半分でいいよな。ハサミいらねえじゃねえかよ。こう入れて巻き巻きの生ハムで巻いた方がいいよね。くっつかないもんね。独り言多いですね。あーいいねいいね。あ、いい匂い。はい完成。超簡単じゃん。貝割れ全部切んなきゃよかった。余ってしまった。まあ後で食べよう。はい、次が大根と大葉ね。生ハム4枚だけだからね。こんぐらいかな。千切りみたいな感じ。一応皮むくか。普段あんま皮むかないけど包丁が切れねえ。いいかな。適当。太いかな。太いな。うん、うまい。こんなもんで足りると思います。早くしないとカピカピになっちゃうもんな。あ、シソか。こうか。でくるくる。早地味な作業ですけどね、これが大事ですから。早く喉鳴らしたいよ。大波さん、シソがでけ。シソではないんですね。独り言です。こう言ってもう大雑把です。くるくる。はい完成。早っ。あ、大根が。あ、貝割れ大根と後で食べよう。これはい、最後のおつまみは火を通します。ヒビビコー。はい、最後に作るのはブルーチーズスクランブルエッグベーコン入り。簡単だよね。ちゃちゃってやっちゃいましょう。まずブルーチーズを切らないとか。どのぐらいの量がいいのか。こんぐらいにするか。細かく刻むか。よーい、どんでやっていきますよ。やっちまった。ブルーチーズ入れる基準は合ってんのかな。ちょっと適当すぎるけど。いい匂いだよ。うん、チーズも溶けたしいいかな。はい、できた。それでは早速いただきましょう。ヒビゴー。じゃあ食べていきましょうね。はい、お酒の準備です。大波さんは贅沢だな。おい、あー、ヒノキのいい匂い。万歳。いい音。じゃあ杯にお酒を。
いい音。それでは日本酒に合う超簡単おつまみキャンプ飯いただきます。まずこっちだな。貝割れ大根を海苔と生ハムで巻いたやつ。 Here we go。 からの、おー合う、うわうまっ、あー合う、しみるバカうま。じゃあ間髪入れずに大根スライスをシソと生ハムで巻いたやつ。 Here we go。 からの、おーしみる、うまいね。うわ超さっぱりシソ。やっぱシソと大根いいね。こっちは海苔のねアクセントと貝割れ大根のピリ辛がちょうどいい。じゃあこっちのスクランブルエッグいくか。ブルーチーズが日本酒に合うってちょっと信じられないんですけど。 Here we go。からの、おいや、あうま、そうきたか、あうま、え楽しい、うん上品、うめえな。おいこれ交互に食べてった方がいいかも。楽しい。大波さん、大波さん、なんだい坊主、ハムってどうやって食べるの。なんだそんなことも知らねえのか。こうやって食べんだよハム。あバカうまだよ。日本酒でも喉鳴っちゃうんすね。幸せ。うんチーズうまっ。ハム踊っちゃうよ。イケだね、おなみさん。マスで酒を煽る姿、イケだね。ちょっと結構酔っ払ってきたかも。早いな、おい。はぁ、うま。やっぱ交互に食べるのはいいですよ。ハム。イケだね、おなみさん。かぁー！五臓六腑に染み上がるぜ。落ち着いて。おいおいおい。ペロリじゃねえかよ。おっと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 。いい顔してんな。ここで問題だよ。ハムを食べ過ぎると何太郎になる。正解はハム太郎。ハムわーわーわーになって、へいへいへい。酔っ払ってきた、うん、でも俺はね絶対スタビライザーだから平衡感覚がしっかりしてる。コツいてしっかりしろ、ナミ。まだ終わってねえんだから。ますはますます飲めちゃうな。てか、おっとっとっと、酔いが回って船に乗ってるようだ。何言ってんだ俺。あれもはや生ハムなくなってる。うーんチーズの量がちょうどいい。うーんペロリ、ごちそうさまでした。はい、日本酒に合う超簡単おつまみキャンプ飯でした。いや前回のおつまみキャンプ飯に続いて今回も超簡単なおつまみキャンプ飯でした。日本酒に合うんですね。もうベロベロです。キャンプで日本酒飲んでベロベロになるのもおつなんで、皆さんもぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。そしてインスタライブでいろいろなアイデアを教えてくれた皆さん、どうもありがとう。しっかりベロベロになって楽しめました。今週はこんな感じ。それでは皆さんまた来週。ペロート。おい仏像さん、あんた五升の酒が飲み干せるんだって？それは本当かい？あいや、酒は好きか嫌いかって言われたら大がつくほど大好きなんですけどね、いかんせん五升の酒を飲み干したことがねえもんで。じゃあこうしよう。今ここで五升の酒を飲み干したら褒美に小遣いをやる。どうだい？あいや、大好きな酒が飲めてしまいには小遣いまでもらえる。こりゃありがてえや。話は決まった。おい、仏像さんに酒をついでやれ。あいや、おかみさんのおしゃくで、あ、こんなもんで。
あ、いや、旦那さん、杯の中の絵がキラキラと泳いでるようでこりゃ酒がうめえやじゃあ旦那さん、お言葉に甘えて。御所は無理。